よ。ん？それでは。ここに電気が流れるようなことが。そうか。ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど。そんですね。まあ制御装置も劣化で機能。げっ。やべえ、よりにもよって電気ナマズがショベルカーのバッテリー入れるところに。ラムちゃん、電撃はやめてくれ。くそ、間に合わなかったか。いいところに。お願いです、あの暴走シャベルカーをなんとか止めて、中にいるラムちゃんとルンちゃんを助けてください。ちくしょう、結局こうなんのかよ。仕方ねえ、やるしかねえか。大丈夫です、軽くハイになっていますが無事です。そうか、まあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ、マジヤバいんだって。これが宣伝していたアクアリウムのエレクトリックショー、素晴らしいわ。ん？ショベルカーの展示が始まったって聞いてたけど、これのためだったのか。なるほどね。僕、もう一回見たい。あのバチバチってやつかっこよかった。皆様、お越しいただきありがとうございます。エキシビジョンセレモニーはお楽しみいただけましたでしょうか。
後日さらなるクオリティアップをしたミラクルアクアリウムがオープン予定ですので、ぜひお立ち寄りください。行く行く、いい土産話ができそうだ。早くオープンしないかな。あの迫力のが見られるんなら何回でも見に行くよ。ささ、こちらです社長。我が社のショベルカーを目立つように展示しています。なかなかの存在感だと思いますよ。うん。あれ、なんだかたくさん人がいますね。きっとみんな見に来てくれてるんですよ。いや、頑張って展示した甲斐がありました。これで我が社の好感度と私の評価がさらに上がるな。何せ伝説の初期モデルですからね。やはりみんな気になって。ん？なんじゃこりゃ！うちの伝説のシャベルカーが燃えとるじゃないか！今日は本当に助かりました。春日さんは命の恩人です。これはお礼の気持ちです。受け取ってください。ハワイでも春日さんに助けてもらっちゃいましたね。こんなことになるなんて。まったくだぜ。あんた一歩間違えたら死んでたぞ。いやはや面目ない。新天地ということで私自身ちょっと浮かれてしまっていたのかもしれません。ショーがうまくいったらこういったイベントとは距離があるような貧しい地域の子供たちのもとへ行って楽しませてあげたいなって思ったりして、あれもこれもと考えていたら気が流行っていました。まずは安全第一で環境を整えて目の前のことに集中しないといけませんよね。まあそうだな。だが横浜でサーカスやってた時にも言ってたが、あんたのいろいろな人を楽しませたいっていう熱い気持ちは嫌いじゃないぜ。ありがとうございます。監修は常に新しくてエキサイティングなものを求めています。既視感のある展示ではなく、私たちにしかできないユニークで新しいものをお魚さんたちと一緒に作ってみんなを興奮させたい。その思いはずっと変わりません。いいんじゃねえか。あんたと関わったショーはいつも刺激的だしな。そういう思いがあるならなおさら頑張らねえとな。はい、ふんどし締め直して頑張っていきましょう、春日さん。うん。私たちと一緒にエキサイティングなショーを作ってみませんか。ちょっと待て、何を言って。さっきの電撃ショベルカーとの死闘は聴衆の心をぐっと掴んでいました。やはり春日さんは素晴らしいものを持っています。うちのお魚さんたちとタッグを組んだらもう最強です。世界を狙うことだって有名じゃない。どうです、ワクワクしてきたでしょ。さあさあ、ぜひ私たちと共にワールドワイドのてっぺんを取りに行こうじゃありませんか。いやマジでもうショーは勘弁してくれ。え、待ってくださいよ、春日さん。